オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは葬と死の由来。物事にはすべて始まりがありますが、意外と知らないことが多いものです。しかし風俗習慣でいつ頃から始まったのかを知ることは大変に楽しいものです。今回は死と葬儀などに関連したテーマでその起源を探ってみました。過去帳の始まり。男信徒の死者の死亡年月日、俗名、戒名を記す過去帳は、聖武天皇の頃は天気簿と呼ばれていました。日本での過去帳の始まりは、円仁で血種の名簿でした。火葬の始まり。日本で最初に火葬が行われたのは、文献上では食日本儀の文武天皇4年の3月10日の上に元号寺の僧道昭の遺体が飛鳥の大原というところで火葬にされたとあります。その2年後に持統天皇が天皇で初めて火葬にされています。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆さんからのご質問やご意見ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集時を超えてをもれなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm ファックスでは 0742-24-8422 おはがきでは郵便番号 630-8334 奈良市西野新野町43奈良 .fmオフィスシオンの係まで。お問い合わせは 0742-24-8415 奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。